さあこっちに行きましょう。さあ行きましょう。亡霊の湖咳込んだ。こっち。チェイスどこ行ったの。あ、いた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 、あそこにいたよ。あ、いや今のはあのさあこっちに行きましょう。あの操作の確認をね、久しぶりだからさ。いや四角で殴るでしょ、バツでジャンプと。あ、危ない危ない、なんか危ない。登れ登れ、タッチパネルで行った方がいい。ぎこちないな動きが。こういうゲームはね、あんまり時間を空けちゃいけないね。落ちて落ちて。でどこ行くの、こっち、こっちじゃないのか、もしかしてこっちにジャンプじゃないの。合ってた、ジャンプ、さらにジャンプ。これは一体どこに行くんだろう。おお、ミイラ、シボラ人ね、シボラ人、シボラ人の亡骸だ。何世紀もここに、何世紀も保存状態がいいわね。体がねじ曲がってる。本当だ、苦しんで死んだのかしら。女性っぽい。なんかそれか、生まれつきこうだったのか、もしくは地獄への生贄にされたのか。これを見てマルコスはどう感じたのかしら。マルコスがここまで来たという証拠はない。さあ行こう。さあ行こう。どっち、なんかとりあえずカメラが向いてる方に走ってみたけど、なんか今一瞬出たね。あ、まあいっか。うわ、亡霊の湖だ。これか亡霊の湖。氷河が溶けたんだ。泳ぐのはやめといた方がいいな。投資したいなら別だけどね。これはさあ、こっちを調べよう。船があるぞ。サーペントジーンはちょっと変わってるわね。浮かぶと思う。大丈夫そうだな。どう見ても石でできたようだ。確かめるとするか。沈みそうな子。押すのを手伝って。木かこれ。押すのを手伝って、これタッチ操作だ多分。いいわ、せーの。いいわ。そんな重いのか。もう一度、もう一度。お、浮いた浮いた。今にも穴が開きそうな。これはまたオールを漕ぐのかな。はい、出発。やっぱりオールを漕いでいく。どんどん行け。下、今度下。下。下ね。これちゃんとなぞれてんのかよくわかんない。子供の時、おじいちゃんが世界中の工芸品を探す旅に連れてってくれた。私たちはこれくらいの船に乗って、ブラジルのパラからボリビアのラパスまで行ったの。思い出話。なかなかの旅だったわ。自慢か。なんか光ってるぞ、あそこ。これ取れるんじゃない？取れるんじゃない？取れた。閉じる。湖と溺死したものの神、アチフワトリね。俺たち地下でカヌーに乗ってるんだ。怒らせないようにな。その通りね。で、祖父に育てられたってのは、なんでだ？大したことじゃないけどね。両親は小さい頃に殺されたの。本当か？辛かったけど、ずいぶん昔の話よ。誰かが侵入した跡があったの。二人とも撃たれてた。小さかったから。そのことはあまり覚えてないの。そうか、チェイス。すまん。
もういいのよ。だからあんなにおじいちゃんの探してるものを大事にしてたのか。あなたもすごく辛い目にあったから。この湖じゃ俺の話をするには時間が足りない。足りなそうだ。またあったぞ宝。お宝。やっぱトレジャーハンターだから取ってかないと。そうなマルコス。セテシダデスの紋章。なんか飛ばす。マルコスが残したに違いないわ。彼は悪霊や悪魔が滅びた文明の魂を手に入れることを恐れていた。これに魔除けの力があると信じていたのね。なんかディズニーランドのアトラクションみたい。だがこれが彼のだという証拠はない。玉座の間を探すんだ。玉座の間を探すんだ。これで会話終了か。でここで何を探すんだ。知らないふりはやめろよ。また私を試すのね。いいわよ。玉座の部屋は死の神イツカルトリの顔の下にある。イツカルトリは死者の国の支配者よ。彼を見つければ玉座も見つかる。そこに宝があるんだ。おじいちゃんによるとシボラの神話ではここはチホボテックスの涙と呼ばれている。彼女はこの世界ができた時マハキオテックスと別れることになり千年間泣き続けた。その涙はミツカンの第二層に達し出産の女神である彼女は出産する女性に永遠の痛みを与えたの。講義ありがとうございます。やめてよ。聞かれたから答えた。ありがとう。私たちが探している部屋にある金の玉座はミツカンの中心でシボラの地下の最下層よ。すごいな。手落ちカトルに四方を守られている。地下になんか地下都市みたいなできてるでしょうね。あ、宝あるじゃん。宝取らなきゃ。宝宝宝。おし、なんか変なの押しで。これはフエツカルトリ、病気と苦痛の神。病気と苦痛の神。こりゃ楽しげな神殿だな。まコンチャーテッド。コンチャーテッド、あたし。コンチャーテッド。いえ、到着。お客さん到着ですよ。足元気をつけて。最高。ああ、この床の模様見覚えあるぞ。どうやって走るんだ。でもモザイクがぐちゃぐちゃ。これをモザイクなんだ。ここに描かれてる神々はチェイスのアミュレットで描かれてるのと同じ。あ、アミュレットと同じようにしろっていう。タッチパネルか。あれ、あ、何これ、自由に動かせる感じか。なるほど。で、これを見ると元の絵が見えると。これはね、多分足だよね。これここら辺じゃないの。あ、やっぱりなんか合ってるとカキーンって音が。で、これはここだ。ああ、分かってきた。このでたつは一緒よ。頭これか。これ入れ替わんないな。アカウント間違えた。間違えた。まあいいか。ここまで合ってる。これ多分体が近くなってきた。やっぱりそう、近くにね。そこがポイント。そこがポイント。あ、間違えた。あのとっさかみたいな、これはね、ここだね、やっぱり。で、顔が、もう一個の顔がやったわね。ここで、あれだな、多分これ端っこっぽい。で、おそらくこれがここか。そうなるとこれ違うな。音が違うとかぬるゲーだな。適当にやればできるじゃん、バラ。そんなこと言わないで。いや、きっとこれは私が初級にしてるからに違いない。上級だったらきっと音が鳴らないんだ。これ上か、ここか。もう少しタイルがあればわかるはず。あー、タイルが
足りないのか。タイルを探すんだな。これどうやって戻んだ。戻れないのか。違う。これが逆か。抱き合ってるって？攻撃し合ってるみたいに見えるけど。100万年間結婚してたのよ。100万年間だからだな。どんだけ。すごい仲良しじゃん。またこれ。扉を開けても次々扉が現れる。シボラ人はよっぽど何かを守りたかったのね。理由を探ろう。この前みたいに画面に急にマカフィーが出ても100万年間とか聞くと小学生っぽいって思っちゃう。小学生なん、あ、明かりつけてくれたか。登んのかと思った。血の生贄、なんかもう題名からしてなんかこっちじゃあ、こっちじゃないけど宝物発見。全然集まってない。シボラの神はたくさんいる。ジャンプ。こっちだこっち。なんかあの右とかね、宝物ありそうだけど。ムシムシ。すごい。とりあえず先に進む。この壁を見て。眠る黄金だ。すごい黄金だ。こんだけあったら億万長者だ。セテシダレスへの報告にあったぞ。ルシファーの王冠のもと、金の鉱脈が野獣の血のように広がっている。本当だ。深い淵に眠る黄金は地獄の門を守っている。地獄の門を守っている。すごい記憶力ね。ああ、すべて覚えてる。本当？ああ。手帳を見返せばメモしてんじゃん。なんだ。来て。なんだこのイチャイチャは。遅いわよ。遅いわよ。ごめんごめん。今行くから。どこにいるんだチェイスさん。いたいた。早いよ。チェイス早いよ。ジャンプ。こっちへ来て。どっちへ。この嵐の前の静けさ的なね。ライターを持つのは浜京巣おじさんだけかと。何？ね、別に。どっち行った？こっちか。こんなの見たことない。すごいわ。何何？なんだ、誰かいるぞ。金の玉座よ。これか、金の玉座。着いた。もうまあそこら中に宝物があふれている。金持ち帰りたい。ちょっと今カメラマーク出たな。久しぶりにカメラでも撮っとくか。行って。こんな場所を一人でぐいぐい進むなんて。ぐいぐい進むなんてね、それが仕事だからね。ネイトさん肝が座ってるな。うん、どこだ、ここら辺かな。お、100、いいね。よし行こう。ねえネイト、この服を見て。なんか結構生々しい死体だなこれ。エステバン、絶対そうよ。でも、さっきの死体より保存状態がいい。どういうことかな。とどまったのは自分の意思じゃないな。なんで？あ、本当だ。胸に剣が刺さってる。抜くのかこれを。よし、真面目に。真面目に？不真面目だった今。気をつけて。わかってる。どうや？オッケー。16世紀のスペイン。16世紀のスペイン。どういうこと？ねえ、もしかして。すぐにわかる。どういうことですか？擦るんだ。土を取ってやる。そんな。何を探してるの？セテシダレスのシンボルだ。本人の目の前で。何考えてるかわかる？
このタッチパネルの操作がな、それを探るの諦めたよ。難しい。こっち。あらそう。背面タッチパネルじゃないや。背面タッチ。やっぱりだ。よし。セテシダデスのシンボル。なんか会話飛ばしちゃった。これが証拠だ。持ち主はたった一人だ。16世紀のスペイン。南米の王国滅ぼしたのか。いや。墓地で何て言ったか覚えてる？すげえな、16世紀のスペイン。殺人じゃない。生贄だって。エステバンはセテシダデスの捧げ物さ。ブルンブルン回るよね。の門を封印する。そうそう。よくわかんない方向に回っちゃう。おじいちゃんは正しかったのね。これできっと歴史が変わるわ。神の門だ。奴ら爆弾を仕掛けた。なんてこと。ここ全体が崩壊するわ。なんてこと。時間がない。手近なものだけ持って出よう。さすがトレジャーハンター。宝物は置いていかない。何これ。どいて。なんだ。グエロのカバンに入ってたスイッチを入れちゃったかも。何かの計測器だ。何に使う気だったのかしら。鉱山の一角、スペイン人の墓地のそばだ。この辺りにはウランの鉱脈があるのか。だとすると黄金は危険な状態だ。すべて。なんだって。すごいよ。お見事だ。真実を明らかにした優秀な君に。出たよ、賞金を授与したい。やっぱ悪いやつ。どうやってここへ。ボートは一つしかないぞ。いつも俺はお前を出し抜く。頭がいいもんだよね。これもらうぞ、チェイス。わ、この前のお返しか。銃は持たない主義だっけ。これはチェイスが銃を撃つフラグか。それなんだ。バラにトゲが入るが。違った。出してよ。おや、大事なものか。ん、なかなかいいもん。お前はそこら辺の黄金でも持って帰ってけ。うわよせ。なんて悪いやつ。おもちゃをいろいろ見つけたな。どこへやったかと思ったぜ。こいつ最低だな。黄金のことか。もちろんチェイスのアミレットで将軍が気づいた。かまもんか。さあささどれどれ。よし。こういう悪いやつはなんか危険な罠にはまって死ぬっていうオチが。何にも気にならないのか。俺のこと知ってるだろ。そうはさせない。これが市場に出回ったりしたらいろいろ影響が出るわ。おいおい、そうびくつくなってばよ。な、よく考えろ。多くの人が影響を受けるかもしれない。そう大げさに騒ぐな。こんなの大したことないって。普段と変わらないって。ほら感じるか。感じ。うわー、なんか怖いな。フラグかこれ。どうせ博物館に収まるんだ。博物館、そんなとこに行くやつらなんか知ったこっちゃない。大した被害じゃない。彼らはそう思うかな。じゃあ聞いてみるか。おい、黄金に囲まれた暮らしは楽しかったろ。ああ、当時の哀れなシボラの人々を忍んでわーわー涙でも流すか。一二世紀の間は彼らは夢の暮らしをした。お前がギャーギャー騒ぎ立てる前に俺はこれを闇市で売りさばいて稼ぐさ。とことん腐ってやる。おお、来た来た、ネイトさん。さすがネイトさん。小学生じゃれ合って。何これ、何をするんだ。どうした相棒、全力で来い。あ、それがベストか。そういうことか。殺してやる。あの罰がなくなったらゲームオーバーみたいな。レストライク。上斜め下。頑張れネイトさん。アッパアッパ。下下。やられる。どんな気分だ。その岩はうまいのか。やられてる。横横。うまいよ。うまいよ。なんだこれ。初級だからか、これは。
きっと状況はややこしいに違いない。これ上上左下もみくちゃだんだん短くなってる時間が。上上おたけびがもう変質者だあいつダンテ。ナイフ持って走るなってママに教わらなかったか。ほんとだ。こいつめ終わりか。まだか。長いな。なんだそのナイフさばきは。上上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 頑張れネイトさん頑張れ私。よし終わりか。やれよ俺は人殺しじゃねえ。立て行くぞ。そうかい、いいね。俺たちが組めば二人ですごい黄金を手にできた。ダンテ、やるよ。黄金はくれてやる。だが神の門に着いたらグエロの爆弾をぶっ放して洞窟を封鎖するぞ。まさか、無理だ。やれないさ。お前にはできっこない。なんでだ。どうかな。どうかな。ああ、お姫様が来たぞ。気をつけろ、銃を持ってる。手玉に取られてたのさ。俺たち二人とも自分の手は一切汚さずうまいこと言ってグエロを始末させようとした。そんな風に考えるのはあなただけ。人を利用したのはあなたでしょ。もっと言ってやれ。そうかい。俺たちがやり合うのは高みの見物ってわけか。俺たちが消えたら黄金は誰のもんだろうな。哀れね。ほっとけ、もう行こう。幸運を祈るよ。だがそっちの方は傭兵たちがうじゃうじゃいる。それでも行くか。うわめんどくさそう。湖への道よ。くそ、登るしかないな。これをドレイク、ドレイク、甘くなったな。サリーのせいか。だからいつも宝を逃がすんだぞ。手ぶらで帰るのか。手ぶらのカラケツ。どんな悪口だそれ。負け惜しみやがって。